るまでがないそう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 しゃべんのかいっていう話を聞いて、今日はもう本当すごかったですね。あの一番組、ネタパニさん最高、素晴らしかったですね。若い、若あの3人の年齢足してもですね、うちのドラマー1人分ですから、年齢でも圧倒的差をつけてるんですよ。本当に若々しくて清々しくて、ああいう感じ、すごいかっこよかった。しかもうまかったよ、ね、その後にあのそれとまるで釣り合いを取るかのようにですね、おっさんがさんに、のびのびラーメンさんが出ていただいて、もう名刺芸を見せていただいて、でもってその後にパキュラさんがめちゃくちゃかっこいいライブをやったんで、多分それと釣り合いを取る感じで終わりました。じゃあこっち側よ、ちょっと羽織ってこっち側の人声が多少入ってるから、見てこっち側でもありますよ。はぁ、私のマイクかもね。はメンバー紹介、マユゾー、イエーイ。あのね、あの彼女がね、あの3番の学生スタイルちょっと下げてくれる、あのバイトしてたカレー屋さんに行ったんですけど、ね、そこのおかみさんが言ってたんですけどね、はい、今はこんな格好してますけど、昔はメタルの T シャツ着てるんですよ。髪がここら辺ぐらいのですね。あの子は明るくなったっつって喜んでました。いや、マジそれは持ってない。もともと明るいよ。はい、では、OK ですか。じゃあやめよう。ワン、ツー、スリー、フォラジカセに突っ込んで
押した伸びて歪んだ磁気テープの向こうで19歳の俺が必死にベースを弾いていたラジカセ500円俺のタイムマシンラジカセ500円俺のタイムマシン
あのロックとか聴いてると頭がバカになりますんでね。あの次の曲はロックは死んで OK という歌です。ワン、ツー、スリー、フォSM の歌です。反応しづらす
Thank you.
心拍数上がっちゃいますよ。ストイックな生活っていう今の心情にぴったりな歌を歌います。ストマック
何やりますか。バカ飛ばし。やります。なんでかっていうとベーシストがここのオーナーだから、ここ以外ではやれないんです。改札っていう歌をやります。生活という名前。